はい、皆さんこんにちは。私たちお空から落っこちた暇の中かけた電車アイドルビッグエンジェルのいのりんこと橋本いのりです。イエーイ。はい、今日はですね、サブちゃん3回目ということで、この間ね、私があのソロであげたやつはあのアクアのライブに行ってきますってやつだったんですけど、もうね、本当に福岡行ってよかったなって思った内容で、私奇跡光るがめっちゃ好きで、それをね、あの初めて聞けた、もう号泣しましたね。ということでですね、今日はコメントにあったそのグッズを紹介してほしいということで、今回ちょっと旅費でね結構かさんじゃってあんまり買えなかったんですけど、私が買った4品を紹介していきたいと思います。はい、それではまずね、今ちらっと見えた私のめちゃくちゃお気に入りの裏の星女学院のパーカーです。ジャージだね。待ってね、裏の星女学院のジャージですね。じゃじゃーん、見てください。ちゃんとここにラジオって書いてるんです。見えますか？着てみますね。めっちゃ可愛いんですよ。なんか結構マリンメッセが海側だったので寒くて、雨降ってたんでこれ着てました。じゃじゃーん。名前はねまだ書いてないの、もったいなくて。結構フリーサイズなのででっかめです。冬はいっぱい着れるかなって感じですね。すごいいいんですよね。丈も結構長めで見えないんですけど、ジャージになってます。これがね6500円でした。どうですか？これ買うか迷ってたんですけど、まあ現地に行ってねテンションが高ぶっちゃって買いました。はい、ということで、じゃあ2つ目はじゃじゃん、ラブライブレイドサンシャイン買いました。まあ買いますよね、それ。じゃじゃん、めっちゃ可愛くないですか？もうね、ブレード系買ったのは昔アイドルハマった時に、 NMB48 さんにハマった時にめっちゃ持ってたんですけど、それぶりでした買ったのね。オレンジ、ちょっと光があれですけど、オレンジどうしたらいいんだ。ピンク、ピンクね、ルビーちゃんピンク、紫、まあ、ちょっと言い出したらこれみかん色とかになるんですよ、あれなんですけど、まあ給食に光るようになってます。はい、すごいやっぱあのすごいですね、みんなすごかった。そして次はじゃじゃん、福岡の T シャツですね。これ着てました。本当はね、あのこのこの間見せたっけ、このグラフィックをのリコちゃんをこう着て持って行ってたんですけど、これはあの気持ち用で、本当にねあの参戦した時はこれ買いました。ピンク可愛くないですか？私絶対ピンクが良かったから、まあ大阪と埼玉当たったらそっち行くあれでしたけど、まあ福岡のね変えてよかったなと思います。じゃじゃん。はい、で最後、私もまだ開けてないんですけど、じゃじゃん、 B2 ポスターね、ラブライブサンシャイン B2 ポスターワンダフルストーリー、これをねあの持って帰ってくるのがすごい大変で、福岡から福岡行って大阪に行ったんで大変だったんですけど、本当にね楽しかったな。ソロが良かった。今ライブビューイングで見てたので、まあ大体だからライブビューイングで見てたからこそ、えっみたいな、なんかその福岡だけあのアクアリウムの衣装の時があのハッピーボあのビーバーティートレインかのあれだったんですけど、そうすごいなんか高まったね。いやーでも、あ、これどうやって開けるんだ、こうか、
それじゃあ、それでは早速開けていきます。じゃじゃーん。おー、すごい大きい。私の部屋、でももう貼るとこないんですよね。貼りすぎて。すごいいいですね、これは。ちゃんと下に埼玉、福岡とかあるんで。なんか額買って飾りたい、これは。はい。ということでですね、私が福岡のね、福岡一人で行ったアクアのサードツアーワンダフルストーリーズのグッズ紹介でした。今度はね、もう埼玉とかで、あ、東京か、東京ドームかつけて、いっぱいあるんですけど、東京ドームとかだったら多分交通費がかからないので、もっとたくさんお金使えるかなって思います。より一層アクアが好きになった日でした。はい、ということで今からお仕事に行ってきます。じゃあごちそうさまでした。バイバイ。